名古屋インターチェンジは、愛知県名古屋市名東区の東名高速道路及び、名古屋第二環状自動車道支線にあるインターチェンジで、ある。名古屋市の東端に位置し、長久手市とも隣接している。名古屋市中心部とは、離れており、東 IC で接続する、名古屋第二環状自動車道経由で、名古屋高速道路、あるいは接続する愛知県道65名古屋、 長久手線で中心部と連絡する。透明高速道路の出入り口であると同時に、透明と明二貫支線を接続することから、インターチェンジでありながら、ジャンクションの機能も合わせもつけうな道路構成となっている。明二間の名古屋 IC は、乗り継ぎ専用であり、一般道路には接続していない。このため、一般道路と明二間との接続は、 モンゴーインターチェンジ、上足路 IC、上足路南 IC のいずれかを利用する。なお、名2館に入ると、インヤ IC、上田 IC、または、高張 JCT 経由で、名古屋高速春岡出口まで出られない。当名と、名園2館は、料金制及び支払い方式が異なるため、乗り継ぎの場合も料金書を通らなければならない。 透明から明2貫への乗り継ぎでは、乗り継ぎ用の料金書で、名古屋 IC までの料金と、明2貫の料金を合わせて支払い、明2貫から透明への乗り継ぎでは、通行券を受け取る。透明高速標準のトランペット型 IC であるが、交通量が比較的多いことを鑑みて、ダブルトランペットとされた。シングルトランペットは接続する。一般道路との連絡が、 平面交差によるが、ダブルトランペットは、立体交差によるものである。しかし、名古屋 IC の場合は、名古屋市内方面との接続交通量が、かなりの割合を占め、反対の長くて、瀬戸方面は少なく見積もられたことから、名古屋市内方面のみ、立体交差を採用した。同様の理由で、名古屋方面との接続道路は、直進構造で2車線を確保。 反対の長くて、瀬戸方面は一車線のループ構造とした。なお、設計時点では東 IC 付近は土地区画整理事業のただ中で、インター以外は建物がないという現在とは全く異なる状況であったが、土地区画整理事業における用地利用をしやすい構造とする必要もあって、変則的なダブルトランペットとなった。名古屋 IC の計画位置は2案があって、 いずれも名古屋市中心部から外れる内容であることは共通していた。2アンも名古屋の東側の丘陵地帯を経由するが、最も東寄りの瀬戸市を通過するルートは、名古屋市から離れすぎていたことから、現状の位置で確定した。共用開始時点では、名古屋市内方面からの流入路は、一般道の上を橋梁でまたいで、入り口料金所にアプローチするにそう構造だったが、 東名阪自動車道との接続において4層構造に改築された。この際に一般道路直下に地下ボックスを設置の上アンダーパスする構造に改められ、それまで使用されていた橋梁は撤去されている。また改築に採取料金所の増設も行われた。当該料金所はもとは透明高速専用だったものが1993年の 環状2号専用部の延伸開業に合わせて、入り口と出口の両ゲート間に2車線分の通過車線を設置の上、透明高速料金所の後方に、環状2号専用部のトールバリアを新設し、そこに7ゲートを配置した。したがって、現状は、透明入り時6ゲート、明に間入り時7ゲート、透明出時10ゲートの配置となっている。なお、透明のゲート数は、 改修前と変わらず16ゲートが維持されている。名古屋市全体で見ると東側に位置しており、長久手市、日清市、尾張朝日市の3市との境界にも近い。本 IC の周辺は住宅街となっている。名古屋 IC 出口のすぐ先、本郷交差点のすぐ西にある、名古屋インターバス停と停車中の高速バス。 運用形態については時間帯やメンテナンスなどの事情により変更される場合がある。入り口出口名に間入り口料金書域内には駐車スペース7台分を持つトイレが設置されている。比較的短距離利用を想定した環状道路であるにもかかわらず休憩施設が導入されたのは名に館が当該 IC に接続した1993年当時の事情によっている。 現在であれば、東名高速静岡方面と三重、大阪方面の連絡は、伊勢湾岸自動車道経由によるが、当時の伊勢湾岸自動車道は、名港に大橋区間が共用するのみで、東名とは、つながっていなかった。したがって、東名高速から三重、大阪方面への連絡経路として、名に館が担うこととされたため、本来は、都心部の環状道路として機能する、 はずの路線に長距離連絡路線としての役割が付加されたことで休憩施設が検討、導入されたものである。本 IC の所在地である名古屋市名東区のシンボルマークはひらがなの目と高速道路の IC をかたどったものとなっている。ありがとうございます。